マナル隊は日本の北海道を拠点に活動している3人の男性組 YouTuber ーーであるユーム所属。名称のマナルはマナリの音読みに由来し、偽りやごまかしのない本当のことを意味する。3人は幼稚園からの幼馴染み。タッカ大体ケータ。マナル隊の編集担当は主にタッカでケータやダイも行っている。 編集した人がその動画を企画しており、動画の概要欄に誰が編集したか記載されている。マナル隊の投稿動画は主にコント系や体を張った動画が多い。北海道の寒い気候や雪を生かした動画が多く投稿されている。一番人気なのは初めてのお使いのパロディ動画である。サブチャンネルのマナル研究所は撮影の裏側や日常を投稿している。 サブチャンネルはかつてメインチャンネルが不正アクセスで使用不可の際にメインチャンネルとして使用されていた。など2020年2月13日に投稿されたマナルタイ発のオリジナル曲である。マナルタイのエンディングであり、楽しい歌悲しい歌いろいろあるけれど、どちらかというとこの歌は楽しい方かな。サンバーが使われている。サブチャンネルにフルバージョン。 メインチャンネルに本編が公開された。チャンネル解説から数日後に大がギターを持ってきて3人で歌ったのが楽しい歌悲しい歌である。その歌がかつてチャンネルのエンディングとなっていた。2020年8月1日以降はマナルタイ体操と併用されている。ありがとうございます。